どうも土屋です。今回は塩が固まってしまってうまく分量を取れないっていう場合とかありませんか？そんな時に使える簡単な方法がありますんで紹介していきたいと思います。はい、それではどうぞ。皆さん、それでは固まってしまったこのような塩があります。はい、こちらをサラサラにする方法になります。はい、これは簡単です。この固まってしまった塩を耐熱用のお皿に移します。そしたらこれをレンジで 1,2 分加熱するだけになります。そうするとサラサラになります。はい、それではレンジの中に入れていきます。はい、それではレンジに入れます。はい、それであとは 1,2 分って言いましたけど、自分は2分加熱したいと思います。2分経ちました。で、実際もう、はい、このように結構サラサラです。で、塊もありますが、レンジで温めたことでこのようにすぐほぐれるようになります。はい、通常そのまんまやってたらすごく硬くて全然ダメな場合が多いですけども、このようにサラサラになるようになりますんで、このような感じですね。はい、もし使い勝手が固まってしまって悪いなっていう場合があれば、このようにレンジで加熱していただければ。はい、あくまでもラップはかけないでください。余分に水分を吸ってしまってるんで、それを蒸発させるためなんで、ラップはかけずにレンジでチンをするような形ですね。はい、で、まあ量が多いと多少まだ熱が伝わってない部分があるんで、こういう硬い部分もありますが、それはもう一度チンしていただければそれは解消されます。はい、これで結構な量ありましたけど、ほぼサラサラですね。多少真ん中ら辺にあったこの塊が固まってるだけで、はい、あとはほぼサラサラです。はい、これでほぼ買った時と変わらない状況ですよね。